んの価値、幸せ、目標って何だ、何なんですか。精神家庭、工藤さんが言った通りです。社会、教養、健康、経済、まあ、この6つがあの全てにおいて自分の考えたいことを達成することですっていうのは、バランスよく目標を達成していくような感じ。僕ら二度セールスじゃないです。 100% 僕のこと信じて買ってくださってるので、本当に SM やってよかったっていうのを証明するのが僕らの仕事なんで、買ってもらってスタートに、うん、そうですっていうお仕事。価値ある目標を前もって設定し、段階を追って達成していくことって僕教わったんですよ。一朝一夕にはいかないだろうなって、10年以上かかってるんですよ。価値ある目標ってそもそも何だろうって、自分にとっては価値あるかもしれないけれども、他の人から見たら関係ない話じゃないですか。やっぱり考えるようになるんですよね。